黒川さんについてちょっと今日はですね語ってみようかなというふうに思っております。今現在当のごたごたでですね、もう立花隆とはもう完全なるこう喧嘩別れをしたんですけれども、その黒川さんについて話すことっていうのは、僕特にそんなに人についてよく言ったり悪く言ったりとかっていうのっていうのはあんまりしないタイプなので、まあ立花さんとか黒川さんみたいにどちらかというとこう前に出てある種エンタメ的にですね、こう人を攻撃したりとかっていうのが得意なタイプではないので、僕なりにこう分析した人は黒川敦彦っていう元幹事長がどんな人かなっていうふうな、お話を今日はしてみたいなというふうに思いますので、あくまでも私の個人的な一方的な見解ですのでですね、それが肯定否定するものではございません。あくまでも私がこう思っているというところなので、それは合ってるよ間違ってるよとかっていう話でございませんので、皆さん否定もしないようにしておいてくださいね。というところで早速いっていきますか。1番目、素晴らしい活動家であるというふうな、もうこれは1番目です。もう本当にデモであるとかっていった抗議するであったりとかっていうのは到底もう僕はできません。むしろやりたくもないし興味がないところなんですけれども、もうね、もうそこを僕ができないことをやっぱり黒川さんはもうあんだけ楽しそうに、もう自分の生きがいかのようにデモとか活動をされるその姿はもう非常に尊敬します。数々の宗教団体にデモを起こしたりですね、やっぱあそこまでたくさんの人を集めて先導を切って、もう時間を使ってはっきり言って、あんな活動がどこまでお金になるんですかと言ったら、僕はああいう活動が直接的にすごいお金になるとは思いません。特に黒川さんみたいなですね、やはりこう理系でやっぱり国公立の大学を出ているような方は他でやった方がたくさんお金稼げると思いますけど、多分お金じゃないんでしょうね。自分の生きる信念としてお金じゃない部分でこういう風な活動ができる。もちろん活動の中身は賛否両論あると思います。創価学会に対して行く、それはイエスだノーだとか、幸福実現党に行く、イエスだノーだとかっていうのはあると思いますけど、いずれにしよう自分の信念に従って、この日本ではやはり思想の自由というのがあります。そして言論の自由もあるので、それを行使してもう活動されている黒川さん、もう本当にもう尊敬に値するっていうのがもう一番目に来る私の黒川さんへの思いですね。そして2番目、こっちに通じてくるんですけれども、やはりそういった政治に関して命を懸けている。特にもちろん的こしやかにささやかれている、まあおじいちゃんの代から CIA を歌ってね、安倍さんの方にもこう切り込んでいってましたけれども、やはりそこはまあちょっと陰謀論的なものもありますし、もちろんその中に、全くの嘘かというとそうじゃなく、事実もたくさん含まれていることも、あると僕も思っています。陰謀だけじゃない部分っていうところがあるんですけれども、やはり、僕のボスは立花隆であり堀江貴文なので、両方ともまあ有罪判決を受けた、まあある種こう国家に対してですね、反逆、国家に対しての反逆ではなく権力に対して戦っていた、まあその末、捕まったという結果になった、人たちですので、特に思うんですけど、やはりそういうふうな権力に戦っていくと良しとしない人たちっていうのが、まあどうにかして捕まえたろうかなとかっていうのはやはり僕はあるとは思ってます。やっぱり権力というものがあるので、まあそれはもういつの時代もどの国もあるんだろうなというふうに思ってる中ですね、やはり黒川さんはそういうふうなところの中心部にですね、政治に命をかけてやっている。だからこそもう下手したらね、本当に一時期命も狙われるんじゃないかみたいなとかっていうことも言われてるし、今後もちょっと心配です。今まではやっぱり国政政党の幹事長という肩書きがある意味こう社会的に守られてたかもしれないんですけれども、今回ちょっと橘隆とも喧嘩別れをしてですね、国政政党の、仲間ではちょっとなくなってしまったので、ある種ちょっと身軽になってしまった立場になると、誰かがよからぬことを企むんじゃないかなというふうに心配はしておりますので、黒川さんくれぐれもご自身の好きなこの活動をされているんだと思うんですけれども、命は大事にしてほしいなというふうには思っております。そして3番目、明るく人当たりがいいというところですね。ここまさに政治家女子48党のですね、候補者の方々、女性の方特に多かったんですけれども、すごく人気者でした。
すごく明るくて人当たりが良くて、でやっぱり選挙に関してのすごくスペシャリストでもあるので、立花隆との戦い方はまたちょっと違うんですけれども、やっぱり頼りがいがあるんですよね。だから政治家女子48党の人たちが黒川さんって言って、もうああしこうし次はがきだし、ここにはこういう風にしてやるんやでっていう風に、すごくこう時間もお金もかけて候補者たちをもうサポートをしていた。だからこそ今回の件で党がちょっと割れちゃったことに対して候補者の人たちも心を痛めてるんですよね。もう圧倒的な黒川さんが悪なのであれば、もうみんなで悪だって潰そうって言ったらいいだけの話なんですけれども、もう本当に有能で素晴らしい人がゆえに人望も厚かったので、だからこそこういうふうに幹部が割れてしまったことによって、皆さんを苦しめてしまったというのも、現実的にあるんじゃないかなというふうにして、私自身もやはり反省しないといけないところです。私がもしかしたら仲介役となって黒川さんと立花さん、大津さんも含めてもっと上手にできたかもしれないなというところで、私もちょっと反省はしておりますので、まあでもいずれにしても立花隆は黒川さんのことを嫌いっていうわけではございません。昨日もお話をしてたんですけれども、まあある意味兄弟みたいなもんやと、ある種両方とも根底の部分で分かってるんだと、僕もその見解です。やはりちょっとエンタメ要素も非常にお二人とも強いし、やはり数字を伸ばすっていうことは非常に上手な方々たちなので、ある種下の部分、一番底の部分では信頼し合ってる感覚っていうのはあるんじゃないかなと思ってるので、例えば時間が解決してくれて、そしてまた仲良く一緒に動画出るようなことっていうのが立花隆と黒川敦彦の中であるんじゃないかなというふうに思っております。そして4番目、自信に満ち溢れているというところでですね、特に今回やっぱり露呈されたのはですね、やっぱり立花隆とこうやって全面的に戦争できるっていうのは自信がないとできないです。もう立花さんにやはりケチョンケチョンに言うの怖いですよ。やっぱりだって強いですもん、喧嘩が。もうあんだけいろんな人との喧嘩見てきたら、立花さんの文句言っても100倍返ってきて、もう口喧嘩なんか勝てない中、もうやっぱり喧嘩を売りまくってるっていうのは、やはり黒川さんはやっぱり強いなっていうふうに非常に思います。やはりそれっていうのはある意味立花さんと一緒ですよね。自信に満ち溢れてるっていうのは多分自分のことを信じてるんだと思います。自分の信じる道を信じてるからこそ自信に満ち溢れて、人に明るく人当たりが良くて人を巻き込んであんだけ大規模なデモの活動をしたりできるような仲間っていうのを作れるのが、それがその翼の塔っていうところのすごく良さなんじゃないかなと思います。特にやはりこうやっぱり喧嘩状態になるとですね、やはり身内仲間っていうのはやっぱりギュッと凝縮されてですね、すごく強くなります。ある種こう翼の塔のメンバーの方とかも見てるとですね、一部そこから出られた方もいらっしゃいますけれども、やはり結束固くてですね、みんなで動画を作って、徹底的に叩く、我々の主張が正しいんだということを一生懸命やられる姿っていうのは、やはり活動家としてすごい強くて、仲間があって、自分自身も満ち溢れてて、人としてはもうすごく尊敬できる、それが僕斉藤健一郎から見た元幹事長の黒川敦彦さんっていうのはそういう方だなっていうのが、私の印象でございますっていうところでですね、いろんなことを書きましたけれども、何度も言いますけれども、やはり我々のアンチ側に今いてる方ですね、戦ってる方なので、やはりこの僕のこの出す動画に対して、いやそんなことない、黒川はもっと悪いやつなんだ、こんなやつなんだっていう風な意見があるかもしれないですけれども、間違ってもそれを僕に押し付けてこないでください。僕が見た黒川さんっていうのはこんだけ素晴らしい人間で、こんだけ正当化できるところもたくさんある人なので、それはあくまでも僕から見た個人的な意見なので、これに対して皆さん否定はしないようにしてください。あくまでも僕が思う黒川敦彦というのをちょっと語らせていただいたので、そう思うという方はそうでもいいし、私はこう思うよというのがいいと思いますよ。素晴らしい活動家だと言ってるけど、素晴らしい活動家じゃないと私は思ってるっていうのだったらいいんですけど、黒川さんは素晴らしい活動家ではないんだという主張は、それは僕は思ってないという話で、私もそう思ってる、あなたもそう思ってるっていうのはいいんですけれども、自分の意見として思っているっていうのはいいんですけれども、皆さん誰かの代弁者ではございませんので、みんなそう思ってるよ、こいつはみんな悪いやつやと思ってるよ、みんなそう言ってる、
みんなそうじゃなく、あなた自身がどう思うのかっていうのをですね、そういう意見なら、聞き入れれるし、聞いてみたいなと思うので、一概にこの人が悪い人だというふうな、押し付けはやめていただくのが一番いいんじゃないかなと。やはり平和にね、行きたいなというふうに思いますので、ぜひ、また黒川さんと立花さんのね、動画一緒に共演するようなところもまた見てみたいなというふうに思っておりますというところで、黒川敦彦編というところでやらせていただきました。ということで、じゃあね。NHK をぶっ壊。